ざっくり、ハイタッチとは、テレビ東京で放送されていたバラエティ番組である。2011年10月9日から2012年9月30日までの番組名は、ざっくり、ハイボール。2012年10月14日の放送は、ざっくり、その放送で行われた番組名リニューアル会議で、現在の、ざっくり、ハイタッチに開題された。レギュラー出演者は、 チハラジュニア、小籔和人よ、フットボールアワーの4名。2020年4月1日より、同メンバーによる YouTube 配信番組、ざっくり YouTube が開始。チハラジュニア、小籔和人よ、フットボールアワーが、毎回ゲストを招きながら様々な実験的な企画を、行っていく、バラエティ番組である。オープニングでは、収録後にジュニアフットらが見どころを紹介する。 2013年3月31日までのテレビ東京での放送時間は50分でテレビ東京エリア外の地域は30の35部の短縮版で放送されていたがテレビ東京では2013年4月14日から日曜1時15分1時45分に変更されると同時にテレビ東京エリア外の地域と同様に30分に短縮された 同時に2005年4月開始のテレド前半枠以来続いてきた日曜1時25分2時10分1時20分2時5分1時20分2時10分枠は本番組とそうだたびにこう2に,に分割されることになった2013年7月には公式サイトがリニューアルされた2013年10月から1かり行こうぜ4放送のおため 放送開始時間が25分繰り上がり0時50分1時20分の放送となったが1仮りこうぜ。4が終了した2014年1月からは再度1時15分1時45分の放送に復帰した。2014年から大晦日から元日にかけてざっくりのキャストスタッフによる生放送長時間特別番組今年も生だよ。 笑いっぱなしのお正月、ざっくり新年会が放送されている。2015年10月28日に、同年9月14日放送会における赤ちゃん育児教室と題して、裸のお笑い芸人が着用したおむつを脱がせるなどした場面が、放送倫理、番組向上機構の審議対象とすることが決定した。その後、12月9日に、下本 卑猥な表現は避けるようとの考えが表明された。2016年3月27日に番組が終了して、以来、千原ジュニア、小部和とよ、フットボールアワーが揃って共演することはなかったが、2020年4月1日に、ジュニア発信の元 YouTube チャンネル、ジュニア小部フットの YouTube を立ち上げ、毎週水曜、土曜に動画配信を行っている。 アシスタント過去のネット曲過去のネット曲ざっくりハイボールに関するカテゴリーありがとうございます。